皆様こんにちは、こんばんは。今日は、ポンチョの編み方をやっていきたいと思います。今日は子供用で、編んでいきたいと思います。ですので今日はこの 2.75 の針と糸はですね、ケイト雑貨ストアーズさんの方で買ったこちらの、ハンナという糸を使って編んでいきたいと思います。はじめに、作り目をして、鎖編みを29作ってください。鎖編み29目作ってください。29目できましたらそちらでお会いしましょう。はい、29目鎖ができました。そうしましたらここから、2段目ですね、中長編みをしていきたいと思います。中長編みを29目作ってください。まず、鎖で1目立ち上げて、で中長1目、これで1目になります。2目目こういう感じで、29目の29中長編みを作っていってください。29目できたらそちらでお会いしたいと思います。はい、中長編みが29目出来上がりました。そしたら、3段目またこちらひっ繰り返して、また同じ中長編みをしていくんですが、一つ、作り目をして、この普通これね、普通の中長編みであればこのここ2つ取ってしまうと思うんですが、この編み方の場合はここ向こう側のチェーンだけ、チェーンというかこの頭だけを取ります。で中長編みします。もう一度見せますね。こう引っ掛けまして、こちら側だけを取ります。すべて、次も29目この向こう側だけを取ります。これで今3目目できました。4目目、ここだけ取ります。このような形で、最後29目すべて編んでいってください。3段目も同じように編んでいってください。29目編んでください。最後まで編めたら、はい、3段目このような形で、29段編めました。向こう側だけ取っているのでね、少しここが段、このね、この2段目と3段目のところに段差ができていると思います。このような形で、1,2,3,4 段5段も同じように編んでください。4段5段、あと2段を同じような形で編んでいってください。こんな感じですね。またひっくり返して、これも次の段もすべてこの向こうの目だけを取るという形で、次の4段目5段目もすべて編んでいってください。5段目まで終わったらお会いしたいと思います。最終的な形としてはね、こういう風な形になっていると思います。ここまで編めたらお会いしたいと思います。はい、こんな感じで、5段目まで編めました。このような形になっていると思います。すべて29目でやってくださいね。29目あるかどうか確認してくださいね。はい、で次からね、このハートの模様の部分に入っていきます。こちらに入っていきますね。はい、で、この次の6段目からは細編みになります。細編みの向こう側だけ取る形ですね。なので、こちらもここだけ取ります。こんな形で細編みをしていってください。向こうだけを取る形で細編みをしていってください。こちらも29目最後までいったらお会いしましょう。はい、これで、6段目この細編みの向こう側だけ取る分が終わりました。でね、この 1,2,3,4,5,6 段目、これがね表面になると思ってください。こんな感じで表面と裏面という感じで考えていきたいんですが、次ね裏面になると思ってください。でこうひっくり返しまして、また、細編みをしていくんですが、同じように向こう側だけの細編みをしていきます。1,2,3,4,14、はい、ここまで普通の細編み、普通のというか向こう側だけ取る細編み14
14やりました。で次15目目なんですけれども、ここで、ポップコーンを入れていきたいと思います。長編みですね、普通のこうかけて次の目のところに1個、このまま1つ目ですね、このままここに針に残したまま2長編み2つですね、普通に考えて、普通にで3、4、5でここに、5つと最初のこのあれ、最初にかけた部分が残ってるんで、 この針の上にでは6つ見えていると思います。でこれを全てまたこう引っ掛けて全部通します。これでね、この15目目1つの目になっています。で次からまた普通に向こう側だけ取る形の細編みを14やっていきます。1、2、3、4、5、14、こういう形で、この面、この裏面ですねが完成しました。裏面7目目7段目が完成しました。で表向けるとこんな形にポコッと出ているのが分かると思います。これがハートの一番下のこの部分になります。で次表面になって 表に見えますよね。なので次は全て29目、細編み、いつも通り向こう側だけ取ってやる細編みを、やります。これ8段目ですね。これを29目やったところでまたお会いしましょう。はい、8段目の表面の細編みね、向こう側だけ取る細編み終わりました。次9段目また裏になるので、またこのポップコーンを作るのですが、次はまず12目、細編みを普通にしてください。1、2、3、11、12で12目が来たら次13目なんですけれども、13目のところにまた先ほどのポップコーンをやっていきたいと思います。ここに1、2、3、4、5とやってこれ全部通します。これで13目ができました。そして14目ですね。14目は普通に細編み、15目目普通に細編み、16目目普通に細編み、そして次17目目なんですけれども、ここもまたポップコーン入れます。はい、でここからまた12個ありますね。12個、細編みをしていきます。普通に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12目細編みをしてところでお会いしたいと思います。はい、これでこの段の裏の方のね、段すべて終わりました。これひっくり返すとこのようにポコポコっと出ています。このここの部分が編めました。次またこの表面になっているので、表面は普通に細編みを全部29目してください。ここが終わったところまででお会いしましょう。はい、このように表面をすべて向こう側だけ取る形の細編みができました。次この1、2、3、3つ目のここ、このプチをやっていきますね。裏向けて、もうこれは必ず裏の面でやるっていうことを覚えていたら何でもできると思います。普通に、向こう側だけ取る細編みを次は10目まず作ってください。10目です。2、3、10、はい、細編み向こう側だけ 10目作ったら、次はまたポップコーンを入れていきたいと思います。11目目ですね。で11目、次12目目、普通に細編みします。13目、14目、15目、16
6目、17、18、19目目、またここでポップコーン入れます。で残り10目、また細編みをしていきます。でこれ数が分からなくなるっていうことがもしかしてあるかもしれないんですが、これ通りにやってくれたらまあできると思うんですけどね。自分でももうこんなの見なくていいやっていう時は、こちら10目でやったのでこっちも10個余らしたところでやるっていうふうにしたら、左右、要は左右対称にしたいので、左右対称にポップコーン入れたいので、こっち10目で、10目入れてるので、こちらも細編み10目取るところまでとで、ポップコーン入れるというふうに考えていたらいいと思います。すべて、左右対称になるようにしていったらいいと思います。1細編み1ですね、2、3、10っていう形でこのような形になります。もうこれは本当にこの繰り返しになるんですけれども、次また表なので、表目に来たので細編みを29目普通に入れていってください。はい、これで細編み29目入れました。次またポップコーン作っていくので裏に向けていきます。次は、また、同じような感じなんですけれども、細編みをまず8個入れます。8まで来たら、次またここに9目目のところにポップコーン入れます。これでポップコーン入りました。そしたら次10目普通に、細編みをしていきます。10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20まで編みましたら、次はですね、ここにポップコーン入れます。はい、これで次また残り普通に8個ですね。こちらが8目、左側8目したんで、こっちも8目普通に細編みしていきます。1、2、8。はい、これで、ひっくり返すとこんなふうな感じになっています。で次また表面なので、もうすべて29目また細編みをしてください。ここまで来たらお会いしたいと思います。はい、表面29目編めました。次またポップコーン入れる段、裏に行きます。で次は、まず6目細編み、向こう側だけの細編み6目入れます。6目入れたら、次7目目で、細編みを入れていきます。ポップコーンを入れていきます。3、4、5で全部引き抜きます。で次、7目まで終わってるんで、次8目ですね。8目普通に、細編み、向こう側だけ9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。次、ここをまた、ポップも入れてきますね。で残りまた6目普通に、向こう側だけ細編み1、2、3、4、5、6。はい、これで表目向けるとこんな感じになっています。はい、次はまた表面になりますので、細編み29目入れてください。細編み29目、向こう側だけ取る細編み29目また作ってください。ここまで来たらお会いしましょう。
はい、ここまで来ましたので、次またポップコーンを作る裏の目に行きます。でまた5つ、今度はね5つ細編みをしてください。2、3、4、5、5目まで、細編みができたら、次6目目はポップコーンをします。はい、でまた次からね同じように細編みをずっと入れて、この最後こちら左端の5つを6つ残したところまで細編みを編み進めてください。そちらでお会いしましょう。この左端から6目目、ここにポップコーンを入れます。はい、で残り5つ細編みを入れていきます。向こうだけ取る細編み、1、2、3、4、5、これでこの面おしまいです。表返すとこんな形になっています。で、次の段も、またこう、細編み普通にしますね。ここに、細編みを29目また入れてください。はい、29目入れました。で、裏向けて、先のほどの、このポップコーン作った段と同じで、右側5つ細編みを入れて、その後ポップコーンをして、また細編みを続けていて、左足端5個5つ開けてポップコーン入れるという形ですね。これで1、2、3、4、5で、ここにポップコーン入れます。はい、もうこれは先ほどの段と一緒なんですけれども、左5つ、細編みができるように残しておいて、そこの手前でポップコーンを入れます。細編み1、2、3、4、5、これで、この段編み終わりました。次もまた同じ29目、細編み普通に入れていってください。はい、こんな形で、5つずつ開けた形でね、こんな筋編みじゃない、ここの駒を表側を編めました。次裏側のこの段、このね、この真ん中がのハートのこの真ん中の部分がある部分を編んでいきたいと思います。端っこはね 5目5目と一緒なんですけど、ここに、ポチを入れるのを忘れないようにする段ですね。次また裏を向けて、まず最初はまださっきの段と一緒で、5目ずつ入れます。端っこ5目ずつですね、端っこ5目ずつ駒を入れていきます。2、3、4、5、5目までいったらここにポップコーン入れます。はい、ここで入りました。これ6目目になりますね。7目目、8目、9、10、11、12、13、14、そして次15目目で、ここちょうど、中心になるんですけど、15が中心になるんですけども、ここで、ポップコーン入れます。したらまたここ5つ残したところまで、6つ残したところまでですね、5つ、細編みをしないといけないので、普通に細編みをしていきます。普通にというか向こうだけの細編みをしていきます。ここ6つあるので、ここに、ポップコーンを入れていきます。でここ残り5つをまた同じように、細編みをしていきます。向こうだけの細編みをしていきます。1、2、3、4、5、はい、
これでこの段おしまいです。こんな形にだんだんハートの形が見えてきたと思いますね。ではこの次また表目なので29目、細編みを入れてください。はい、表面の、細編みを終わりました。次はね、この次の段いきたいと思います。裏向けてまたこの裏の段で細編みを入れていきますが、次はまた今度はまた数が変わります。細編み1、2、3、4、5、6目編んだら次7目目でポップコーン入れます。はい、次、8目目普通にこう細編みで9、10、11、12で次13目目でまたポップコーン入れます。13目目でポップコーン入れます。で14目目普通に細編み入れます。14、15、16、そして17目目で、またポップコーン入れます。17目目でポップコーン入れます。はい、で、17で18目19、20、21、22、はい、でここに来たらまたね端っこ6つを細編みにしたいので、ここで、端っこ6つを残してその手前でポップコーン入れます。で、コマを入れていきますね。1、2、3、4、5、最後の6。これでこの段をおしまいです。こう、表面見るともうほぼ、ハートになってきました。はい、で次の段なんですけれども、またこれ表面なので、細編みをしていってください。向こう側だけ取る細編みをしていってください。表面の29目編み終わりました。では最後、ハートの最後の部分を作っていきたいと思います。まず、また細編みを1、2、3、4、5、6、7、8、8目編めましたら次9目目で、ポップコーン入れます。はい、これ9目目でポップコーン入れたんですが、次10目目は、1つ細編みを入れます。で11目目でまた、ポップコーンを入れます。で次は、12、13、14、15、16、17、18で19目目ポップコーン入れます。で20目目普通に細編みを入れます。で21目目で、ポップコーン入れます。でそこでここ残り 1、2、3、4、5、6、7、8 目、細編みをしていきます。向こう側だけ取る細編みを8目入れます。はい、これでこの段終わりです。で前向けるとこんな感じでハートの形が出来上がりという感じで、になります。はい、こういう形になりますね。
で、また次からはね、中長編みを繰り返すという感じになります。中長編みを編んでいくんですが、 1,2,3,4,5,6,7,8 普通にまた中長を入れていってください。ハートとハート、このハートと次のハートの間を、中長編み 1,2,3,4,5,6,7,8 段、まあ、一緒にやっていきます。まあ、普通に同じ感じで、まず最初立ち上げて、一目目中長編みっていう形で、中長の向こう側だけ取る分を、もう必ずこの、今回のこの、ポンチョではもう向こう側しか取らない形で編んでいます。すべてね、ずっと向こう側だけしか取ってませんので、全部ですね、全体的にそうなんでね、こういう感じで中長をやっていてください。はい、こういう感じでね、ずっと編んでいってください。はい、こんな感じで、中長編みを 1,2,3,4,5,6,7,8 段編みました。で、これで一つの塊になると思ってください。まずね、下が4段の4段で、まあ、最初の鎖合わせで5段なんですけれども、まあ、この形が1段、1段落という感じになりますね。で、まあ、1つの大きさ、例えばこれを編みつなげずつ、これ編みつなげてやってるんですけれども、モチーフとして考えるのなら、このね、4段、こう、4段、中長編みが 1,2,3,4 段、下が4段って、これで一塊、これでね、一つのモチーフの大きさになります。だいたいこれね、大きさ的に、まあ、この、またサイズのことはまた話しますが、これ一つね、横がだいたい11から12センチになるようにしてください。まあ、これは11.5 ぐらいなんですけども、で、この、高さがですね、やっぱりこれ 11.5 ぐらいです。まあ、11.5×11.5 ぐらいで作っておけば、最終に、まあ、10センチでもいいですし、自分の分かりやすい大きさでやればいいと思うんですけども、だいたいこの糸で編んで、11から12センチの、正方形、下4段、上4段、中長編みを入れた感じで、こんな風なのが一塊、モチーフとしてはこれが一塊になるという感じですね。それでまあこれ8段編んで、次のこのね、次のモチーフ、モチーフというか次のハートに移っていきます。これ8段編んだところで次のモチーフに移っていきます。それでまあこの8段編んだ後の編み方なんですけれども、まあ最初ここを編んだところ、一番ね、この一番最初編んだのと同じことをここからまた繰り返していくだけです。はい、で、まあ、ハートとハートの間に中長を 1,2,3,4,5,6,7,8 入れる形で、こう次のところも8段入れてハートを3個作っています。で、まあ、この長さはね、お好きな長さ、もしハート4つにして丈長くしたい人はそのような形で変えていただいたり、長さの調整のためにここの間を8段にしてますけど6段にするっていうような形で長さ調整してもらっても、その辺はね、基本から少し変えていただいて長さ調整していただいたらいいかと思います。それで3枚分はここ最終ですね、1枚の終わり、モチーフ1枚の終わり、最終を、1,2,3,4、中長4段で終わらせてください。3枚は中長4段で終わらせる。そして一つだけね、1枚だけ、このモチーフ1枚だけは、この最終終わりを6段で終わらせてください。4段で終わらせる部分を3枚作るのと、で1個だけ1枚だけここ最終6段にして置いといてください。1枚は6段にしてくださいっていうのも、ここにこうボタン付け位置にしたいんでね、ボタン付ける部分を1枚作りたいので1枚だけは、6段、計4枚作るんですけど1枚だけは、6段で終わらせておいてください。モチーフ同じものを3枚と1枚だけ最後を6段にして終わるという形にしておいてください。